のブースにやってきました。イエーイ。ここからはですね、ゲンキングさん、そして木戸さんとコウジさんにも来ていただいてます。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。さあ、じゃあ最初はですね、こちらカナッタさんのブースに来ています。女性の社会進出を応援するクラウドファンディングをメインにした会社さんらしいんですけど、ちょっと私もまだ詳しいことを把握してないので、まずはちょっと担当の方にお話聞いてみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあカナッタさん、こちらはどういったブースなんですかね、こちらは。はい、カナッタはですね、はい、女性の夢や活動を応援するクラウドファンディングの、そういった会社、クラウドファンディングになってまして、はい、でその中で、まずご紹介したいのがですね、はい、この間3月2日にリアルクラウドファンディングイベントが開催されまして、はい、そのリアルに起案者がその一般の人たちにプレゼンすることができるという、そういうチャンスがありまして、はい、そこで1位を獲得された株式会社トライフルの久野さんです。久野と申します。よろしくお願いします。お願いします。このアプリでは世界中のイベントのアルバイトの情報が見れるっていうアプリになっています。なるほど。じゃあ学生さんとかはね、結構見る感じですよね。そうですね、はい、5月に特化してイベントでアルバイトの情報を配信していて、でそういった私もともとバックパッカーで46カ国今まで世界中回った経験があるんですけど、その経験から発展途上国の方とか、あとは働くチャンスがない方にもどんどん仕事に挑戦してほしいなと思って、2年前に起業しまして、今そういう取り組みをしています。海外のお仕事もちゃんと受けていらっしゃるっていう。あー、なるほど。クラウドファンディングって今どきな感じですけど、クラウドファンディングって聞かれてどうですか、ゲンキングさん。なんかこれから始めたい人がいろんな人に出資してもらえて、もっと夢を叶いやすくなるっていうか。そうですよね、自分一人だけじゃなくてね、他の人が応援してくださるんですよ。そうなんですよ。2人はどうですか。そうそう、俺はもう女性の味方ですからね。お、あ、女性の味方。めちゃめちゃべっぴんやな。そうですよね、タイプやな思って。いや、今好感度上げに来てますね。どうですか。いや、K-1 ファイターとクラウドファンディングっていうのは密接な関係なんで。おお、はい、どのあたりが。全然知らないです、知らないかい。全然知らない。知らないかい。ただ言ってみただけです。言ってみただけ。さあ、この先のブース紹介ちょっと不安ですけれども以上、カナッタさんのブースからでした。